はい、今日の晩ご飯です。今日はさあ、黒米、そして味噌汁、卵焼き、玉こんにゃく、玉やっこ、玉寿司です。はい、では玉やっこ、玉やっこ、玉料理いただきます。あ、それソースかけないでしょ。あ、どんな方がいいかな。この木綿豆腐は美味しいソースのやつですね。
やっぱりこういう和食が一番落ち着きますね。そこはまあ、パンの人は多いと思うんですけど、僕はね、やっぱりこういう和食がいいな。昔、社員町に住んでた頃、まあ朝ごはんは出るんですよ。前からご飯でしたね。パンもですよね、朝。ご飯と味噌汁と、それに、まあ、ちょっとかまぼことかあって。
邪魔するもんとかっていう、やっぱその美味しかったでしょうね。今流行りの何かカフェみたいなところで朝のモーニング頼むと思っても注文の仕方がわからないんですよね。カフェラテとかありますけど、どんな人をどんな人すればいいとかもう全然わかりませんから、こんな顔しい、寒いですね。確定進化したんですけど、本来なら変形進化が帰るはずなんですけど、未だに何もないんですよね。なんか、いやもうその線は終わってますので振り込みましたのでってなんですけど、確かにね、数千円の振り込みはあったんですけど、申告書見てたらもっともっと出たくないんですよ。
応機会は持ちますので、それをして僕一緒に要素を持てるんですよ。あまりにもちょっとおかしいんで、卵焼きはもう永遠のごちそうですね。これだけはうまいわ。
まあ無事にレンピングした玉よっこもうまいです。どうぞどうぞ言って、あの舞妓さんとかね見たいですね。そして東京に移住します。そして幸せに喉の手術をして、まあこれは治るかどうかなんですけど、やってみないと何とも言えませんね。まあ今日は暑くもなく寒くもない、いい天気、いい気候でしたね。続けばいいんですけども、まだもうすぐ通院に入ると思います。通院に入ればしばらくは、雨が続きますね。まあ、そのまずは夏が待っているという感じで、まあ、梅雨があるから夏が楽しいのかもしれませんけどね。はい、それでは今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。